2022年の寸大の夏季講習世界史おすすめ講座のご案内です。まずあの優先順位として、通常の講義で扱わない部分、分野、これをですね、取りましょう。ということで、まずは、現代史。こちらですね。 で、現代史と名のついた講座が2つあります。で、1つが総整理。もう1個が徹底整理。<laughs> 名前見ただけじゃ全然わかりませんけども、よく見ると、時間が違う。総整理は50分かける 12コマえー、1日3コマかける4日で12。手手整理は16コマ。で1日4コマかける4日で16コマ。それでこっちは総整理の方はかなり細かいところまで すべて扱いますと。ですので、うん。現代史。あ、これ現代史っていうのがね、1970年代から45年第二次大戦が終わるまでですので、まあたい帝国主義、アフリカ分割のあたりから始まって、第二次大戦まで。日本で言うと、 明治、大正昭和の戦前を扱うんですけども総整理の方はもう一からですね、あのー、知識を教えますはいで徹底整理の方は、まあ、一応知識はありますよとでそれを使ってですねえっ、ー、と論述をバリバリやりましょうというような趣旨なので 時間が長いといととうことになっておりますのでまあ早計中心の次第中心に受験される方は総整理で国公立中心に受験される方は徹底整理をおすすめしますとこういう設定になっていますですので間違ってもこれ両方取る ことは無駄になるので、やめてください。はい。えー、っとね、ただし、私が担当する場合はですね、えー、総整理であっても、論述をバリバリやりますので、ほとんど大差ありません。えー、しかも、あのー、 延長しまくりますので、授業時間を。だからほとんど、まあ、こっちと変わらないことになるので、まあ、私の担当の場合には、どっち取っても一緒ということで、心配はありません。はい。次。周辺地域史。えー、この周辺という意味は、 中国の周辺、朝鮮、東南アジア、チベット、あと北方ユーラシアですね。あるいはヨーロッパの、西ヨーロッパの周りってことで、東ヨーロッパ、あるいはアメリカの周りということで、えー、中南米というですね、世界史のマイナー地域だけをやる講座です。えー 学校の授業ではすっ飛ばしがちな部分えしかも入試には特に早、えー、計大入試ではもう品質ですなぜならばもう早計レベルになるとヨーロッパ史、中国史はできて当たり前だからです、えー、ということなんでやってれば点が取れるやってないと全然点が取れない うん、丸暗記は無理っていうところをまとめてやります。でこれをやると多分皆さん、えー、世界史が好きになります、えー。もう好きっていう人はもっと好きになります。はい。でこれもね私の担当の場合には毎回論述をやります。はい。でこれはあの冬もありまして、えー、今回は まあ大体、19世紀植民地化のあたりまでやるということですね。次。文化史です。はい。こちらは、ほぼほぼ次第向けとなりますえ。かなり細かいところまでやります。あなたが受験される大学の過去問を調べて、 で、文化史がドカッと出てるような大学は、これができないと致命書になりますので、ぜひ、取ってみてください。で、これもですね、学校の授業では、やたら、人名とかね、なんかあの、書物のタイトルとか、絵のタイトルだけを、はい、これ覚えてって、丸暗記させることが、まあまあ,ありますが、そんな、アホな授業はしません。 ちゃんと中身を理解させえ、それがどういう意味があるかというところまで深くやります。で、えー、深くやるためには時間が足りないので <laughs>、これも延長しまくります、はい。えっと、まあこれはですね、優先順位はそんなに高くないですけども、まあゆとりのある方、 そして、まあ、本当のね、あのー、世界一の一番面白い部分。うん。もう、だって、美術から、建築から、文学はもちろん、哲学、思想から、全部やりますんでね。はい。非常にあの、奥行きのある。これをやると、本当の教養が身につくということになっております。次。 大学別志望校別の問題演習講座実際の入試問題をバリバリ解いてみようということで、えー、私は東大世界史しか担当しませんが東大はですね第一問というあの600字論述これをやりますで特に高3生初めての方が おじけつく講座で、こそんなのいきなりや,やれてもできません。いや、大丈夫です。ちゃんと、あの、考え方を一緒にやって、で、その問題を解くのは宿題にしますので、で、ちゃんと添削もしますので、はい。えー、勇気を振るって受けてみないか。はい。あとは、オプションですけれども、 えー、イスラーム誌ですね。で、これは高3生特に高3選抜クラスの方は、あのー、通常授業ではやらないところですので、えー、夏にまとめてやってくださいということです。ただし、これは映像授業となっております。なお、私のもんぎドッ .com の方に、えー、このイスラーム誌の、えー、動画と、それからアナミプリントは、 上がっておりますので、まあそちらでやっていただいても全然問題ないです。はい。アジア近現代史、アヘン戦争から後の、えー、アジアの現代史ということで、えー、これはですね、まずあの高卒の方は、えー、私のあのー、世界史一 アジア市の講座では、え後、ー、期授業でやっちゃいます、これ。はい。なんで、高卒生で私の自由を取っている方は、別に、あの、夏を取る必要はありません。それから、高三生ですけれども、不安だったら取ってください。これもね、あの、順次、茂木坂の方に動画を上げていきますので、まあ、そっちで受けても大丈夫です。 まあ、こんな感じです。はい。で、一応私のですね、えー、担当講座とかありますので、講書も載ってますので、参考になさってください。で、5月の半ばぐらいに寸大さんのですね、えー、パンフレットも今年の文が出ますので、詳細はそちらをご覧ください。以上、2022年。 寸大のね、書き講習のおすすめ講座についてお話をいたしましたありがとうございました